writes as follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers. She is said to have witnessed Jesus' crucifixion and resurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles. ウィキペディア百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付けおよび復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。つまり他の弟子以上の弟子であったと。広し林、浜松市ジャパン。1500年後の、つまりルネサンスの時代に現れたイエス・キリストの操り人形芸術家であったのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる壁画が最後の晩餐の壁画です。その壁画の中央に座っているのがイエス・キリストということになります。そしてその向かって左側に座っているのが誰かということですけども、一般には弟子のヨハネと言われていますが、本当にそうでしょうか。ヨハネと言われている人物に注意してください。どう見ても女性顔にしか私には見えないのです。そこで調べてみると、大変よく似た人物が別の絵の中に描かれているのが分かりました。岩窟の聖母という絵の中です。この中央に座っているのが岩窟の聖母、つまりマリアということになります。拡大し先の最後の晩餐の絵の中に描かれている人物と比較してみます。この両者は全く違いがないという点で同じ人物と判断しました。2012年に発表しました。皆さん自身でも比較してみてください。つまり右が聖母、つまりマドンナ・マリアであるならば、左もマドンナ・マリアということになりますが、年齢が合いません。右から左までの年月はイエスの生涯を考え合わせるなら、少なくとも33年の年月が流れているということになります。右は聖母マリア、左はマグダラのマリア、つまり聖母マリアイコールマグダラのマリア、私のマリア一人二役説はこんなところから生まれました。つまり一般に言われているように、左の人物はこれは弟子のヨハネではありません。絵を見れば一目瞭然ですが、そのことを知っていた人がもう一人いました。それがもう一人の1500年後のイエスの操り人形芸術家であったミケランジェロ・ブアノルティです。1500年後のイエスは同じコンセプトをミケランジェロの彫刻を通して表現しています。ピエタ像です。処刑されたイエスを抱くマリア、聖母マリアということになっています。その顔と同じく
ミケランジェロが彫刻したとされる聖母子の中に表現されているマリアの顔と比較してみてください。この両者は全く同じですがおかしいと思いませんか？少なくともその間には少なくとも33年の年月が流れているはずですが、左のマリアは全く年を取っていません。一般にはマリアは年を取らなかったと説明されていますが、本当にそう考えてよいのでしょうか？が、ここに先に説明しましたように、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説を重ね合わせてみると、その謎が簡単に解けるのではないでしょうか。つまり、ダ・ヴィンチなる画家の2枚の絵を通して表現されているその思想と、ミケランジェロなる芸術家の2つの彫刻を通して表現されているその思想がこうして一致しているということです。上がミケランジェロの2つの彫刻です。下がダ・ヴィンチの2枚の絵です。向かって右が聖母マリア、向かって左がマグダラのマリアということになります。つまり繰り返しますが、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説はこうして生まれましたが、それだけではありません。さらにその上にマリアイコールイナンナ・イシュタール説を重ね合わせてみると、ここに表現されているマリア・マリアはつまりは替え玉マリアということになります。私たちが知っている貼り付けにあったイエス・キリストが替え玉であったように、マリアもまた替え玉であったということになります。つまりイナンナ・イシュタールがマリアという替え玉を操って私たち人間を指導していたということになります。上の像がイナンナ・イシュタールです。もちろんイナンナ・イシュタールは人間ではありませんでした。神です。その証拠の一つがこの像の目の中に残っていました。このイナンナ・イシュタールの目に注意してください。目の中に目があります。つまりこのイナンナ・イシュタールはオーバーオールヘルメットをかぶっているということになります。ついでながらキリストが生まれる以前からイナンナ・イシュタールのヘブライ名、ラテン名はマリアでした。エジプトでもマリと呼ばれていました。それはともかくも、古代の神々も含めてマリアもまた仮面を必要とする神であったということになります。もう一度簡単に検証してみます。イナンナ・イシュタールです。そしてこのような仮面も見つかっています。左はオーバーオールヘルメット、つまりすっぽり型の仮面ということになります。そして右はいわゆるマスク、仮面ということになります。この両者は全く同じです。さらにイナンナ・イシュタールが仮面をかぶっていたという決定的な証拠を皆さんにお見せします。それがこの右の図ということになります。左の像をですね、右のように図解したというわけです。そして頭の後ろを見ていただきたいのですけども、その後ろには2本のマスクバンドが取り付けられているのがわかります。つまりオーバーオールヘルメットをこのような形でバンドで留めていたということになります。つまりイナンナ・イシュタールはこうしたオーバーオールヘルメット、もしくは仮面を必要とする女神であったということになります。そしてその女神と人間の間に立ったのが替え玉マリアということになります。そしてその替え玉マリアは聖母マリアと言われているマリアとマグダラのマリアと呼ばれているマリアは一人二役の
同一人物であったということになります。言うまでもなく、イナンナ・イシュタールのシンボルマークは八方向に伸びる金星のマーク、そしてマリアのシンボルマークも同じ八方向に伸びる星のマークです。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Jesus Christ, or as a matter of fact, Christ, after 1500 years, left many messages to us human in the Renaissance, and here the one about Maria and Christ. Who are Maria and Christ? Where do Maria and Christ come from? Here in this video,You would know my answer to this question. ルネサンスという時代に、1500年後のキリストは私たち人間に多くのメッセージを残しました。ここで紹介するのはマリアとキリストについてのメッセージです。マリアとキリストとは誰なのか？マリアとキリストはどこから来たのか。この動画の中で私の答えを皆さんにお見せします。広し林、浜松市、ジャパン。ミケランジェロなる1500年後のキリストの操り芸術家が描いたとされる天井画がシスティーナ礼拝堂の天井画です。その天井画のほぼ中央にその絵があります。この絵に注意してください。この絵を拡大してみます。で、この絵の向かって左側にイチジクの木が描かれています。イチジクの木です。そしてその右にですね、イチジクの実が描かれています。この絵が何を意味するか、もう皆さんお分かりですね。この左にいる人物がアダムということになります。アダムです。そしてその右にいるのがイブということになります。イブです。そしてこの絵の中央部を見てください。下半身が大蛇の人物が描かれています。一般にリリトと言われてますけども、リリトは下半身は大蛇ではありません。がなぜミケランジェロはここで大蛇を描いたかということなんですね。それはセント・ジェロームが翻訳したヴァルゲート、すなわちラテン語の聖書の中では、リリトイコールラミアとなっているからです。ラミアというのは下半身が蛇の魔女でした。そして人間の子供を食べていました。そしてその右にいるのがアダムとイブの子供のカインということになります。その右にいるのはカインの妹でもあり、妻でもある人物ということになります。この中央のもう一つこのリリトイコールラミア、バルゲートによればリリトイコールラミアなんですけども、この人物に注意してください。つまりこれがダヴィンチによればですね、マリアということになります。そして向かって右にいるのが、ミケランジェロによればですね、これがキリストということになります。
で、簡単にこの絵の中に示されている人物関係をおさらいしておきます。中央がアダム。そして、アダムの最初の妻がリリトです。が、バルゲートの中ではイコールラミアとなっています。セント・ジェロームはラミアと翻訳しました。そして、アダムとイブですね。その間に生まれた長男がカインということになります。そして、その、まあ、妹イコール妻がその人物、右の人物ということになります。まあ、こういう人間関係にあるということです。一方、1500年後のキリストの操り芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスはこの絵を描き残しました。岩窟の聖母、ルーブル版です。その岩窟の聖母の中央のマリアに注意してください。このマリアは上半身が人間で下半身が大蛇のラミアです。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、今度はレオナルドを通して、ここに描かれているマリアというのは、ラミアのことなんだよということを示しています。マリアの胸の模様、色、形ですね。それから、形と言いますか、風合いですね。そして、感じですね。と、左に伸びている岩の、まあ、質感と同じであるところに注意してください。つまり、このような形で、1500年後のキリストは、まあ、いわゆるレオナルドという操り芸術家を通して、まあ、ここに描かれているマリアというのはラミアのことなんだということを示しています。右がマリアの胸の部分です。左が、まあ、後ろに左側に伸びている岩の部分です。同じように明度を上げてみた、見ました。あるいはコントラストを上げてみました。ガンマを落としてコントラストを上げてみました。全く同じであるということに皆さんもお気づきになると思います。繰り返しになりますが、このような形で、1500年後のキリストは、マリアというのはラミアのことなんだよということを私たち人間に教えているということになります。まあ、ここが今日の一つの重要なポイントですから、もう一度皆さん自身で確認してください。つまり、中央に描かれているこのマリアという人物はですね、魔女中の魔女、なあち、ラミアであるということになります。そして、1500年後の、まあ、キリストがですね、まあ、描いた、セント・ジェロームの絵はですね、そのまま、ベロッキオのセント・ジェロームの絵と一致し、そのセント・ジェロームの翻訳したラテン語の、聖書によればですね、リリトイコールラミアということになるわけです。ここで、まあ、ミケランジェロ、そしてダ・ヴィンチ、そしてセント・ジェロームのイデオロギーが一致するということになります。そこが重要です。もう一度確認しておいてくださいね。ここに描かれているマリアはラミアであるということですね。そしてラミアイコールリリトという説は、ラテン語の聖書のバルゲートに書かれている内容と一致するということです。つまりセント・ジェロームが翻訳した聖書の内容と一致するということです。で、中央がですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の中のマリアです。そして左右が、まあ、ラミア、現代アートにおけるラミアということになります。まあ、魔女ですから、良いようには表現されていません。つまりこのような、まあ、魔女中の魔女ですね。そして、人間の子供を、まあ、職業としていたということです。それがラミアなんですね。つまりこのような形で、岩窟の聖母の中のマリア、イコールラミア、イコールリートであり、そのラミアは人間の子供を食べていたということになります。左下の子供、一般にはイエスと言われてますけども、これはラミアの餌ということになります。まあ、右下に書かれている子供の方がイエスということになります。ですから、左下の子供は手を合わせて、あたかも命乞いをしているかのようにも見えます。そして、マリアの指先が、その子供の皮膚の下に盛り込んでいます。次に、ミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシーナの戦いの絵です。この中に、1500年後のキリストは重要なメッセージを
書き残しています。これがカイシナの戦いですけども、この絵の中には一文字の形で、つまり隠し文字の形で775027という数字が表現されています。中部格ご覧ください。左から775027という意味です。この775027が何を意味するかですけども、ヘブライ語って言いますかね、実際にはジューイシュって言いますけども、ユダヤのゲマトリア、いわゆるまあ、わかりやすければ暗号によればですね、77というのはキリスト、号令は聖書のビブリカルという意味です。そして27がカインという意味です。まず、このような形で、まあ、暗号的に、まあ、表現したということになります。ゲマトリアです。で、ゲマトリアについて簡単に説明しておきたいと思います。要するに、まあ、カバラ、非数学に則った、まあ、表現方法だということですね。要するに、まあ、いろんな言葉などをですね、言葉あるいは単語をですね、まあ、数字で表したのがゲマトリアということになります。神秘主義のカバラに基づくものであると。まあ、それによりますと、77というのは、繰り返しになりますけども、キリストを意味します。そして、号令は、ビブリカル、すなわち、聖書のという意味です。ここが重要です。まあ、こうした数字、そして暗号をですね、まあ、ミケランジェロなる画家を通して、1500年後のまあ、キリストがですね、私たちにメッセージを残したということになります。そして、27が、カインという意味になります。で、これら、775027をですね、つなげて読みますと、キリストは聖書のカインであるという言葉が浮かんできます。つまりこのような形で、まあ、ミケランジェロなる画家を通してですね、繰り返しになりますけども、1500年後のキリストは、つまりキリストというのはね、聖書でいうカインのことであるってことを、なんだよってことを示したということになります。これが、まあ、そのメッセージということになるわけですね。注意深くご覧ください。左から775027と書いてありますね。by 林博士発見ですよ。つまり、このような形で1500年後のキリストはミケランジェロなる操り芸術家を通して私たちにメッセージを残したということになります。繰り返しになりますが、ここが今日の重要なポイントです。77、クライストです。号令は、ビブリカルです。そして、27が、ケイン、つまり、カインということになります。こうして、まあ、この内容とですね、そして、ミケランジェロが描いた天井画の内容と、そして、まあ、ダヴィンチなる画家が描いたとされる、岩窟の聖母の中に表現されているメッセージと、一貫性を持って、と言いますか、一連性を持って、つながっていくということになります。そしてその基本はですね、先ほども言いましたようにセントジェローム、500年後のキリストということになりますが、のセントジェロームが翻訳したラテン語の聖書の内容とも一致していくということになります。そしてセントジェロームをですね、ベロッキオ、そしてレオナルドがですね、同じように描いています。他にもラファエロも描いています。シヌレリも書いています。ともかくも、775027はですね、キリストは聖書でいうカインであるという意味です。ここが重要です。つまり、カインこそがキリストであるという意味です。逆に、キリストというのはカインのことだよということにもなるわけです。まあ、このようなメッセージを、1500年後の、キリストが残したということになります。まあ、ついでですけども、カインというのは、まあ、先ほど言いましたように、アダムとイブの子供なんですけども、まあ、嫉妬に駆られて、弟をね、殺害してしまうわけですね。まあ、そのことを、まあ、聖書は詳しく説明しています。まあ、アベルの方のね、まあ、羊が褒められたもんですから、まあ、それに嫉妬したカインがですね、自分は野菜を育てていたんですけどもね、嫉妬したカインがアベルを殺すという話です。まあ、それは聖書の内容をそのままここに紹介させていただきました。それが、まあ、キリストだっていうことをですね、1500年後のキリストは、やはりこう、操り芸術家のミケランジェロを通して、私たち人間に伝えたということになります。
で、いよいよ、核心部分です。もう一つ、神聖な礼拝堂の天井画に注意してください。最初から簡単におさらいしておきます。神聖な礼拝堂の天井画に、ミケランジェロなる画家はこのような絵を描き残したと言われています。その中央部にこの絵があり、イチジクの木が描かれ、イチジクの実が描かれています。で、左にいるのがアダム、そして右にいるのがイブということになります。そして、ここにいるのがリリットということになりますけども、一般にはリリットイコールラミア説はありませんけども、セントジロームの翻訳したバルゲートのラテン語の聖書によれば、リリットイコールラミアとなっています。そして、その右にいるのが、まあ、その息子のカインということになります。そして、さらにその一番右にいるのが、カインの妹イコール、まあ、妻ということになるわけです。その証拠が、この手を見てください。この、まあ、いわゆる、まあ、カインの手ですよね。この手の中指と、薬指がくっついている点に注意してください。これは、言うまでもなく、シグラム・マラーノの手です。マラヌスの手です。マラの手の、のはですね、もともとは隠れユダヤ教徒の別称でした。ユダヤ教徒たちは、まあ、カトリックの迫害を恐れてですね、まあ、隠れて、まあ、表ではカトリックの信者のふりをしながら裏でユダヤ教を信じていました。で、右の絵はですね、やはりミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いた神の絵ですけども、この絵の中でもやはり中指と薬指がくっついています。マラナス、シグラムマラナスの手です。マラノの手です。そしてこの中で人間と神が手を、指を合わせようとしていますけども、ここでもやはりマラナスの手が表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。イコール、これが神のシンボル的なハンドジェスチャーということになります。つまりこのような形で、ここに描かれているのは神イコールキリストなんだよということを示したということになります。シグラムマラロ。すなわち、簡単に言えば、キリストのハンドジェスチャーということになります。その絵をですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の随所に描いているということになります。そして、そのハンドジェスチャーがこの絵の中にも描かれているということになりますね。すなわち、右から二人目は神、すなわちイエス、キリストということになるわけです。キリストということになります。で、これで、まあ、証明できましたね。つまり、中央にいるのが、マリアということになるわけですね。いわゆるラミア、イコールリリト、イコールマリアとなっていくわけです。で、右の方が、カイン、イコールキリストということになっていきます。すなわち、マリア、キリストはですね、それぞれが、もともとはラミア、イコールリリトであり、キリストというのはカインのことということになります。これが皆さんに今お見せできる私の証拠と証明ということになります。Many wise men have written as follows. Don't judge people by their appearance or their looks, because what you see is what they want you to see. Looks often can be deceiving. So is about God we see. Then, what do you think about these two gods?One is so beautiful and elegant, and another one is so ugly and awful. 賢人たちはこう書き残しています。人を見かけや外見で判断してはいけませんよと。なぜならあなたが見ている部分は彼らがあなたに見てほしいところのものだからです。外見は得てして人を欺くものですよね。神々もまたしかり。で、あなたはこの二人の神をどう思いますか？一人はあまりにもエレガントで美しいです。が、もう一人はあまりにも
醜くひどいですね。広し林浜松シティジャパン。角を持ったイエス・キリストの話をします。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるイエス・キリストの絵です。イエス・キリストです。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされています。このイエス・キリストの絵の中に角が描かれていました。隠し絵、騙し絵の手法です。この部分に注意してください。明るくしてみます。すると髪の毛が現れます。で180度回転させ、そしてこの髪の毛に着色してみます。髪の毛ですよね。左も着色してみました。よく見てください。髪の毛が螺旋形にぐにゃっと曲がっているのがわかります。で、顔を反転させますと、イエス・キリストの頭には角があるということになります。同じような角をミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いています。この丸い部分にそれが描かれています。拡大してみます。一般には羊と言われていますけれども、これは羊の顔ではありません。白黒を反転させてみます。するとこういう動物らしきものになります。これは何かということですね。同じような動物をサバジオスの手の、その手の中に見ることができます。上がサバジオスの手です。そして同じような動物をレオナルド・ダ・ヴィンチ自身がアンギャリの戦いの絵の中に描いています。これらの角を比較してみてください。そして同じような角を持った神が言うまでもなくバフォメットということになります。バフォメットの角を見てください。そして比較してみてください。一番左がバフォメット、左から2番目がダ・ヴィンチが描いたイエス・キリストの絵、そしてその隣上がサバジオスの手の中の動物、そして下がレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたアンギャリの戦いの中に描かれている動物、そして右がミケランジェロなる画家が描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描かれている奇妙な動物ということになります。これらの絵を逆に順を追ってみると、もう結論はお分かりですね。バフォメットイコールイエス・キリスト自身ということになります。そしてこれが1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストからのメッセージということになります。ルネサンスの時代に現れたイエス・キリストはレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ブアノルティなどの操り人形を使って自らのアジェンダを人間に示しました。その上に当然君臨するのが1500年後のイエス・キリストということになります。この絵そのものは一応アンドレア・デル・ヴェロッキオが描いた絵とされていますが、私林博は1500年後のイエス・キリスト自身の自画像であると判断しています。最後にもう一度考えてみてください。人は見かけや外見で判断してはいけません。同じように神もまた見かけや外見で判断してはいけないということですね。となると、なぜイエス・キリストはあえて右のような醜い神に自らを描いたかということです。つまりそこに1500年後のイエス・キリスト自身の深い人間に対するメッセージが込められているということになります。言い換えると、1500年後のイエスは
あえて自らをこのような姿で表現することによって、真の教えを私たちに伝え残したということになります。繰り返します。神を見かけや外見で判断してはいけないということです。Bye for now.